もらって会社糖質測っていってたの146、自分で食べるのは結構そういう手が来てるんだね。はい、ドライを食べてる。553、553、チンシーも3回目、この日は必須だと28、ここに来たら食べないよね、多分。そうね、疲れちゃう、疲れちゃう。はい、じゃあ出して。今日は朝はまだ食べてない。まだ食べてない。最近、僕も夜行性すぎて。夜行性、はいはい。あの夜の12時から朝方8時ぐらいまですごい遊んでるんですよ。で、朝、前まで朝8時とか9時ぐらいにやってたんですけど。寝てるそう。そうなんです。だから、いつもなんか、寝ぼけてるじゃないですけど、うん、すごい嫌そうに早い時間に帰ったんで、遅い時間に帰ってやってるんですけど。うん、いや、いいですよ。体重は維持できるといいんだけどね、でも。そう、やっぱ、避けてるけど、体重減ってきちゃってる。減ってるよね。だよね、じわじわ減ってんだよね。この辺だって600あったんだよね。うん、で、元気はいいわけですね。いい、まあまあ、まあ 90% ぐらいあるわけですね。はい、じゃあちょっと順番に。最初の頃、おやつとかも結構食べてたんで、はい、そのせいで太ってたじゃないですけど、大丈夫だったのかな。え、ああ。最近もおやつとかも。おやつって何でしたっけ。あの、ドライの乾燥したあのパパイヤとかマンゴーとかが大好きで。なるほど。それって市販のやつですよね。そうです。だから炭水化物多いですね、多分。だからその最初の頃はそのブロッコリーの葉っぱとか、うん、そういうフルーツ系が大好きだったんで、うん、炭水化物多いと口当たりがいいから、ね、食べるんですよ。だけどそうすると中のだあのなんだっけ、環境にはよろしくないですよね。じゃあね、抗戦勝者を100-3で、はい、一応流動食は 6g 用意しましたんで、はい、ちょっと6は2g。
いよ。